ブリティッシュ・カレドニアン航空は1988年まで存在したイギリスの航空会社。カレドニアン航空のダグラス DC-7CE 型機1970年にイギリスの中規模の航空会社で国内線や近距離国際線などを運航していたブリティッシュ・ユナイテッド航空と同じく中規模の航空会社で国際線チャーターなどを運航していた。 カレドニアイ航空が合併して設立された。ロンドンのガトウィック空港とプレストウィック空港を拠点としていた。BAC1 から11で国内線やヨーロッパ行き内路線を中心に運行していたが、1970年代から1980年代にかけてボーイング707を導入し世界中に路線を増やし、東京やロサンゼルス、 リオデジャネイロやリスボンなどにボーイング747やマクドネルダグラス DC-10 などのワイドボディ機も就航させイギリス第二の航空会社の地位を確保した。1988年4月に最大のライバルであったブリティッシュエアウェイズに吸収合併された。その合同社の名前と垂直尾翼のマークは ブリティッシュエアウェイズのチャーター便を運航する子会社のカレドニアイ航空としてしばらくの間存在した。2レターコードの BR は現在は台湾のエバー航空が使用している。ブリティッシュカレドニアン航空のボーイング707から320型、キブリティッシュカレドニアン航空のボーイング747から200型キブリティッシュカレドニアン航空のマクドネルダグラス DC-10 型機 ありがとうございます。